皆さんどうもこんにちは、ブラキチです。はい、ということでね、今日はね、何をこすんのか、やめるって言ったんだ。ちょっとね、にわかいじりやめます。はい、ちょっとなんですよ、やめます。はい、再生数が戻るまで やめますんで。はい、冗談で言ってるんだけど、ガチで捉える人がいるんでやめます。はい、で今日はね、何をねこすんのかというと、このね、100分の1モビルスーモゴールドタイプですね。うん、これ、千代の富士がモデルって言われてますね。うん、マウスだけどね。はい、これね、何がすごいって多分聞いてびっくりたまってるわけだよ、これ。値段がびっくりするって、これ値段、100分の1。これ持ってる人いる？これ、今。ゴールドメッキ仕様なんで、俺の大好物のゴールドメッキ仕様なんだけど、値段これ2500円だぜ。聞き間違いじゃないよ。聞き間違いじゃないぞ。これね、真面目に2500円だからね。2500円だよ。これ MG と同じ大きさで、この大ボリュームで2500円だよ。やばない？やばない？ガンダムベースケベ東京にさ、このリバイブ100式のメッキバージ売ってんだよ、この。リバイブ100式のメッキバージ。これ1800円なんだけど、この1800円のリバイブ100式がメッキになると税込み4400円だよ。1800円のリバイブ100式はメッキになると税込み4400円です。バカ高えな、おい。バカ高えな、おい。バカ高えよ。だって、昔さ、旧 HG100 式、メッキ仕様で1500円だよ。なんでこれ、だからメッキじゃなかったらこれ1000円なんだよ、これ。ガンダムマーク2と同じ1000円だったと思うんだけど、メッキになったから1000円が1500円になったって認識なんだけど、なんでこれメッキになったらこれ1800円が4000円なんだよ、これ。税込み4400円。おかしいだろ。おかしくね？っていうか、そうなんですよ、皆さん。メッキがね、バカ高くなったんだよ、この20年で。もう、バカ高くなったの。もう。口が悪いけど、バカ高くなったの、メッキが。うん。だってこのさ、みんな、あんま買わない、デルタカイ。うん。デルタカイじゃねえや。デルタガンダムだ。デルタガンダム。このデルタガンダムね。メッキなんだけど、144だよ、144。これ4200円だ、これ。4200円。4200円。税抜き4200円。税込みだと4620円。税込みだと4620円です。4620円だよ、これ。144が。144だよ。4620円だよ、これ。しかもメッキの部分そんなねえぞ。こんなんだよ。3枚だよ、3枚。ほぼ3枚。あとはこんなんだよ。これで、4620円だよ。多分これメッキじゃなかったら多分ね、これ2500円じゃない、言っても。うん。デルタプラスが2300円だから、まあ、それよりもちょっとボリュームあるから、多分2400円。うん。そうだね、デルタプラスが2300円な、これ2400円でいいはずなのに、4200円っていう。4200円だよ。倍近くなっちゃったの。ところがこのモビルスモは、もう絶対再販されないよ、これ。絶対再販されない自信ある、これ。で、再販されたとしても値段が多分倍になってるよ、これ。ただこれさ、今これ出したら赤字だもん、これ。2500円だよ。ゴールドメッキで2500円。しかも、ゴールドメッキで2500円。しかもね、メッキの分量が、かなり多いんだよ。パーツでけえし。マンダーゲートでこそないものの、これだよ。これ。これで2500円って安くない？まあ、MG とか HG じゃないけど、こんなたっぷりとメッキのパーツが入ってて、こんなたっぷり。2枚プラスこれ。ちょっと色違いのメッキだけど、これ2色のメッキが入ってて2500円は超安くね。もうもったいなくて作れねえよ、これ。もう一個欲しい、もう一個欲しいけど、多分再販されないと思う。
サイドバスとしても値段は上がってると思う。しかもこれはあの、まだ HGUC が出る前だから、うん。あともうちょっとね、遅く出てたら、これ、あの、HGUC の100式みたいにアンダーゲートだったと思うんだけど、これアンダーゲートじゃないんですよ。残念ながら。でもアンダーゲート使ってんのって、バンダさんぐらいかな。だからボークスさんのさ、メッキもさ、アンダーゲートじゃないんだよね。思いっきりこの、昔ながらのね、あの、何ニッパーで切ったら、このメッキが剥げて目指すタイプなんだよ。うん。ってことでね、もうこの、100分の1モビルスを、もうこの2500円という価格で再販されることはないと思います。はい。万が一奇跡的に再販されたとしても、おそらく値段がね、多分こう2500円はないね。多分、4000円か4500円。そんなにいかねえかな。4000円ぐらいかな。多分4000円ぐらいになっちゃうと思います。はい。まあそんな感じでね。いや、俺、メッキ好きなんだけど、まあ、高くなった、メッキ。うん。手が出ねえよ、もう。ねえ、みんなね。はい。ってことでね、この、もう、超貴重なね、100分の1スケールで、モビルスモゴールドタイプのレビューでした。じゃあな。